で今から、ペンタックス MZ60 ですね、フィルムカメラになりますが、簡単ではございますが動作確認を行いたいと思います。まずは電源を入れてみます。電源入りました。 OK です。では続いて、実際にシャッターの方を切ってみたいと思います。この中のミラーの動きを確認しておいてください。正常に動作しております。問題ありません。で、続いて、フラッシュの方、フラッシュですね、フラッシュ光るかどうか動作確認してまいります。アップ OK ですね。続いて実際に光るかどうか、ちょっと明かりの関係で分かりづらいかも分かりません。シャッター切ってみます。こちらの方も、正常にフラッシュの方を使っております。以上で、ペンタックス MZ60 の動作確認を終わります。